こんにちは。今日はミニッツブックさんから出ている大江千里さんの僕の家という本をご紹介します。大江さんはポップミュージシャンとして一世を風靡されて、その後ジャズミュージシャン、ピアニストとしてご活躍されていますけれども、一方で家マニアとしての側面もお持ちなんですね。築何十年という日本家屋を改装して自分好みに仕立てて住まれたりであったりとか、本当いろいろな物件をですね、家仲間の、と呼ばれる皆さんと一緒に見学ツアーに行って、けんけんがくがくと、こんな風に住んだら楽しいよねとか、ここがいいよねというような批評されたりですね、すごく楽しそうなんですね。で、家って普通一人とか家族で見に行ったりして、あんまりみんなで行かないと思うんですけれども、非常に面白いです。そんな家にまつわるお話がたくさん書かれているエッセイなんですけれども、家のことだけじゃなくてですね、人気絶頂の時に部屋にこもって考えていたことであったりとか、ペットとの心温まる交流の話とか、エッセイとしてほんわかととても楽しめる作品です。で、今4話完結してるんですけれども、4編ですね、1編、あたり45分とかそういった単位で読めるものですので、気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。